インフレーション宇宙論第7章インフレーション宇宙論の誕生。誕生直後の宇宙は秩序のない混沌とした状態だった。真空の宇宙は真空のエネルギーという物理的な実体を有していたのです。真空のエネルギーは高いエネルギーレベルにあり、真空のエネルギーがバリウム、光子流体という光のエネルギーが物質、すなわちバリオンに変わる繊維状態にあったと考えられているのです。この状態の時の宇宙は真空のエネルギーと素粒子が入り混ざったカオスの状態であったのです。バリオン光子流体が物質を生み出す過程でバリオン音響振動という振動状態になり、この振動により宇宙の物質にシワと呼ばれる濃淡が生じ、濃い部分に暗黒物質由来の宇宙引力が働き、それにより素粒子が生まれ、原子核が形成され、原子になり、原子が結合し、分子になり、分子が巨大化して、星が形成されたと考えられるのです。暗黒物質由来の宇宙引力は、物質の質量に由来する重力より早く、宇宙創世期には誕生していたのではないかと考えられるのです。前回の講義で、負の力の統一理論の解説をしたが、現在では暗黒物質由来の宇宙引力と真空のエネルギー由来の宇宙積力、すなわちダークエネルギーを加えた6つの力が宇宙創生期に根源的な一つの力から分岐したと考えられるので、それらの6つの力はすべて真空のエネルギーに起因するのです。宇宙の時間空間、すなわち時空、根源的な一つの力、天体物質のすべては宇宙のエネルギーが形を変えたものなのです。ここに宇宙の生命も入るのかもしれません。ここに宇宙創生期のバリオン音響振動による宇宙物質の濃淡のイメージ図を掲げておきます。誕生直後の宇宙空間に真空のエネルギーがあるならば、時空の変化と質量、エネルギーの方程式であるアインシュタイン方程式の右辺に、通常の物質のエネルギーとともに真空のエネルギーを代入し計算しなければならないはずです。ここにアインシュタイン方程式を掲げます。この右辺に真空のエネルギーを代入して計算してみると、真空のエネルギーが宇宙空間を押し合う力、積力として働くことが分かったのです。物質のエネルギーは引力として働くのに対し、真空のエネルギーは宇宙を押し広げようとする力、積力として働くことが分かったので、この計算結果、誕生直後の宇宙は真空のエネルギーにより
急激な加速膨張をすることが計算結果から分かったのだ。佐藤勝彦教授はこの急激な加速膨張を指数関数的膨張と呼び、アメリカのアラン・グース博士はインフレーション膨張と呼んだのです。真空のエネルギーが宇宙空間を急激に押し広げると、宇宙温度は急激に下がり、その結果真空の宇宙に相転移が起こるのです。この時宇宙空間の急激な膨張についていけなかったネスが線熱となり、後に剣熱として熱エネルギーとなるのです。すなわち真空のエネルギーが熱エネルギーに変わるのです。宇宙空間ではその線熱が宇宙空間に放射されるため、宇宙全体が火の玉状態になるのです。これが火の玉宇宙、すなわちビッグバンと呼ばれる宇宙の状態です。これらの事象を考え合わせると、次のような宇宙最初期のシナリオが考えられるのです。すなわち宇宙の誕生は真空のエネルギーが高い状態で誕生し、その直後10のマイナス44兆秒後に最初の相転移により、一つの力から重力が分岐し、インフレーション膨張はその後10のマイナス36兆秒頃、強い力が分岐する第二の相転移の時に起こったと考えられています。このような真空のエネルギーにより急激な加速膨張、インフレーション膨張が起こり、10のマイナス35兆から10のマイナス34兆秒というごく短時間で宇宙空間は10の43兆倍に膨張したと考えられているのです。私にはこのような短時間でこのような急激な加速膨張をさせた真空のエネルギーに不思議さを覚えるのです。ともあれ、急激な加速膨張により宇宙のエネルギー密度は急激に低下し、それに伴い宇宙温度も急激に低下したのです。この宇宙温度の急激な低下に伴い、第二の宇宙空間の相転移が起こり、線熱が剣熱となり、宇宙は火の玉状態になったと考えられているのです。真空のエネルギーが宇宙空間を指数関数的膨張により急激に押し広げ、それに伴う相転移により、それまで線熱だった真空のエネルギーが熱エネルギーに変わり、火の玉宇宙になったと考えられているのです。以上がインフレーション宇宙論が描き出す宇宙創生のシナリオなのです。今まで述べたように、真空のエネルギーは宇宙空間を膨張させる積力として働き、それはアインシュタイン方程式に付け加えられた宇宙定数ラムダと同じに働き、現代では宇宙空間を膨張させる
ダークエネルギーの正体は真空のエネルギーであると考えられているのです。インフレーション宇宙論が予言する創世紀の宇宙は真空のエネルギーが宇宙を満たしており、真空のエネルギーがバリオン光子流体になり素粒子を生み、素粒子が原子核を形成し、原子になり分子になり星を形成したと考えられるのです。今まで言ったように真空のエネルギーは宇宙創世紀から宇宙膨張させているのですが、インフレーション膨張期、その後のスローダウン膨張期、現在の再加速膨張期という膨張率の変化の原因は何であるかはわからないのです。そのため宇宙の将来がどのような膨張をするのかはまだわからないのです。そのことがわかっているのは神様だけかもしれません。ここに宇宙時間の経過と宇宙の大きさを示す図を掲げておきます。 X 軸が宇宙時間を示し、左端の0が宇宙創世紀、それから現在、そして未来へと続きます。単位は億年単位です。 Y 軸は宇宙の大きさ、膨張度を示し、赤い線が宇宙が加速膨張している宇宙の予想曲線です。点線の曲線は物質のない宇宙の膨張を示しています。ソライの線は平坦な宇宙を示し、青色の線は閉じた宇宙を示します。この図に示すように宇宙膨張は絶えず変化しており、その変化は真空のエネルギーによるものと考えられるのですが、なぜこのように変化するのかはわからないのです。また真空のエネルギーの相転位によるものだというならば、その相転位のメカニズムが、その結果宇宙の未来像が、この3つのシナリオのどれになるのかがわからないのです。宇宙にはどこまで解明しても、その先に未知な部分が見えてくるのです。ここにインフレーション宇宙論を図式化した図を掲げておきます。以上です。2024年2月16日 INU 研究機構学長教授久保です。